続いて紹介するのはボルフブロイさんです。こちらはクラフトビールの製造と販売を行っている人気の店舗です。いらっしゃいませ。こちらオーナーのボルフさんです。はじめまして、ボルフです。よろしくお願いします。はい、美味しいビールを作ってるものです。ありがとうございます。本日は製造工程などをご紹介していただけるということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひ来てください。はい。はい、レッツゴー。行ってきます。はい、すごい。じゃあ、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。お願いします。ボルフブロイのブルワリーに。はい。すごい、なんか大きいものがいっぱいあって。もちろん1000リッターの、はい、1000リッターサイズ の醸造場なんですけれども、はい、まあ、仕込みの意味はこの3つの大きなケトルの中に麦汁を作るんですけれども、うん、ドイツから輸入した麦芽を使ってホップを加えて美味しい種類の水を使って、まあ、麦汁を作るんですけれども、その麦汁は後にここからパンプ経由に外側にあるタンクに入れて酵母を加えて、まあ、エールタイプは4週間後に美味しくなるし、ラガータイプは2ヶ月間半ぐらいかかるんですけれども、ここは麦汁、まあ、1000リットルの麦汁作ることは朝から6時から7時からスタートして、真夏は結構暑くなりますよ。お一人でされてるんですか？まあ、一人でできますし、でも二人だったら、もうちょっと楽なんですけれども、まあ、ずっと集中が必要なんですけれども、この温度差とかもあるんですか、クーラーとか？はい、だから、まあ、そっちには麦汁作るのはいくつかの温度レベルが必要ですけれども、中の真下には例えばまず50度からスタートして64度まで行って、72度までに行って、78度までに行って、フィルタリングして最後に1時間煮ます、100度で。例えばここにホースをつながって、それでぐる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 回ってここにつながって、それちょっとずつ、まあ、ここ今からですけども、ね、麦汁入るとリリリリリリリよく見えるんですけど、ね、まあ、例えばここは162cm のビールが入ってます。あ、この白いやつ。はい、入ってます。だからここまでにビールあります。見えますか？あ、本当だ、ありますね。はい、ここもちょっとよく見えるんですけれども、待って、種類が違うんですか、この色の違いは？色の違いって何なんですか、こういう。でもビールの色は焙煎した麦芽によって色が違うんですけども、だから本当に温度によって、材料によって、水によって味が変わるんですけど、水によっても、だから種類の美味しいお水、はい、使ってます。だからもうみんな来たくなるような。まず夏の処理場の火災もあったし、それでコロナも始まったし、もう今は本当に最悪、残念ながらお客さん、まあ、週末にはボトル販売と量り売りのお客さんと、うちの1リッターと2リッターのグラウラー量り売りタンク、ビール直接入れて持って帰るタイプですけども、落ち着いてます。そうですよね。でも、あの瓶は本当におしゃれで、ありがとうございます。おしゃれで自宅でも楽しみたいって思いますよね、はい、県外の方も。じゃあ何本買いますか？今日本当にめっちゃ買いたいって思いました。やみ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 、どうぞ。美味しそう。
どうですか？うん、うまいな。めっちゃ。じゃあ、うちの美味しいビールをご紹介します。はい、お願いします。3つを用意しまして、1つはピルズナー。代表的なピルズナーです。もう1つのは、デュッセルドルフのアルトビアです。オールドアルトビア。もう1つのは、有名なワイツンビアです。ワイツンビア、ヘーフェワイツンビア。だから特徴は、やっぱりこれは 100% のピルズナーモルトで、非常にクリアな味もあるし、ホップもはっきり効いてます。だからこれはラガタイプのピルズナーです。次はデュッセルドルフのアルトビア。それはエールタイプなんですけれども、ちょっと茶色の麦芽も入ってるし、クリーミーな泡もあるし、飲みやすい。私はデュッセルドルフの近く生まれですけれども、もう16歳からビール飲んでます。もう向こうはちょっと違う法律です。最初飲んだのはアルトビアでした。また、バイツンビアは 50% 大麦、50% 小麦を使ってます。非常にフルーティーな、作りたてのバナナの香りもある、あるビールなんですけれども、特に真夏の暑い時の飲みやすいビールです。皆様、ぜひ美味しいビール、美味しいウォルフプロビールを沖縄ライブでご注文してください。美味しいですよ。Das leckere Bier aus Schuli, deutsches Bier aus Schuli. Seit 2 Jahren braue ich hier deutsches Bier mit deutschem Malz und deutschem Hopfen. Es schmeckt wirklich gut. Prost!